突然ですが、なぜ毎日2時間、1年以上勉強しているのに宅建試験に合格できないのか、その理由ご存知でしょうか。この答えこそがあなたの宅建合格率をぐっと高める秘密になっています。今回の動画を最後まで見ていただければ、今抱えている悩みの解決策が分かり、これから何をすべきかが分かるはずです。弊社レトスは限られた時間で宅建試験に臨む方が、暗記に頼らない理解学習とワントゥーワンの丁寧な進捗管理サポートを通じて、無理なく、無駄なく、悩むことなく宅建合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで1000名以上の方に個別指導を受講していただき、4年連続で7割超えの合格率を出した実績もございます。受講者様の中には毎日2時間、3年間勉強し続けたけども合格できなかった方もいらっしゃいます。なぜこんなに勉強しているのに合格できなかったのか、その理由は2つあります。こんなに勉強しているのに合格できなかった理由、1つ目、参考書や過去問集の解説の内容を丸暗記するだけ、理解すべき部分を理解していなかった。参考書と過去問集の解説の中には理解すべきところまで書いていないものがほとんどなんですね。そのため、その参考書や過去問集の解説を丸暗記できたとしても本試験の応用問題に対応できないんです。その結果、たくさん勉強しても本試験で点数を取ることができず落ちてしまうんですね。こんなに勉強しているのに合格できない理由、2つ目、問題文を理解する勉強をしていない。問題文がわからなければ問題は解けない。宅建試験は問題文自体が難しいんですね。日頃私たちが使っている言葉で問題が作られているのであれば誰でも内容わかります。でも宅建試験はそうではありません。長い文章と難しい言葉の言い回し、これが原因で問題文の状況がわからず、また質問されている内容がわからず、結果的に失点してしまう。後になって解説を見たら、あ、これ勉強した内容で得点できたな、そういう問題も多いと思います。でもこれっていうのは暗記できなかったことが原因ではありません。またボンミスが原因でもありません。そもそも問題文を理解する勉強をしてこなかった、これが原因なんですね。引っ掛け問題に引っかかる方、ボンミスをする方、勘違いをする方、これらの方すべて問題文を理解する勉強をしてこなかったことが原因です。これは短時間で身につくものではないので、今すぐ問題文を理解するための勉強をしていかないと本試験に間に合いません。今すぐやりましょう。ただこれは独学で行うのは難しいですし、予備校や通信講座でも教えていない場合がほとんどです。そのため弊社の個別指導をご利用いただくことで、これらの課題を解決していただき、受講者様に合格していただいております。実際弊社の個別指導の受講様がどういった課題を抱えていて個別指導を受講し合格していったのか、いくつかご紹介させていただきます。あなたと同じような悩みを持っている受講様もいると思います。なので参考となりますんで、ぜひご覧ください。私はもともと宅建の勉強もしたことがなく、また不動産についても勉強したことがありませんでした。そんな中、仕事の関係で宅建士の資格を持っていると、お客様からの信用性も高まるとのことで勉強を始めました。でももともと勉強が苦手で、勉強の仕方、何をどうすればよいのか全くわからない状態でした。また資格の勉強というと、初めに講義を聞いた上で問題を解くという流れかと思っていました。実際レトスの個別指導を受講する前に少し勉強していた時も、 YouTube の無料動画講義を見た後に問題を解いていました。私は営業の仕事をしており、週に3回以上飲み会ということもよくあります。そのため勉強できない日もよくありました。そんな中、動画講義を聞いて問題を解く勉強の仕方だと全然進めることができず、試験に間に合わないのではないかと不安でした。まず勉強の仕方が間違っていることを指摘していただきました。どのような指摘だったかというと、講義を聞いた後に問題を解く流れだと毎日2時間、1年間勉強しても合格できないから、このやり方はやめて、いきなり問題を読み進めていきましょう。
との内容でした。ほとんど宅建の知識がないのに、いきなり問題から始めてもわからないのではないかと思っていました。でもこれが良かったです。レトスさんの問題集の解説にはテキストに書いてあるような基本事項から問題の解き方、考え方、理解の仕方まで書いてあったので、いきなり問題から始めても実力がつきました。もちろん1週目はほとんどわからなかったですが、この点についても小野先生から、1週目はわからなくても大丈夫です、問題文に慣れるために読み進めていきましょうとアドバイスをもらい、そのアドバイスに沿って勉強を進めました。すると不思議なことに、2週目、3週目と復習を重ねるごとに理解できる部分が徐々に増えてきました。初めは全く想像もしていなかったですが、これが勉強の仕方なのかと感心しました。もともと勉強が苦手だった私ですが、勉強の仕方を知らなかっただけなのかと実感しました。またわからないことがあった時の質問に対するレスポンスが早かったことも良かったです。すぐに疑問点を解決でき、ストレスなく勉強を進めることができました。自分で何でもできる人は良いと思いますが、ほとんどの人はそうじゃないと思います。最初は自分も独学で勉強しようと思っていましたが、やはりうまくいきませんでした。そこまで甘くない試験だと痛感しました。一人では限界があります。試験に落ちたら1年間の勉強時間も無駄になってしまうリスクがあります。プロからの助言、アドバイスで勉強が効率化できるので、貴重な時間を無駄にせず取り組むことができます。次の試験で落ちたくない方は小野先生にサポートしてもらうといいと思います。私は初めに大手予備校に通いました。大手の予備校であれば安心と思ったからです。しかし質疑応答の時間がほぼないこと、宿題が多すぎて時間がうまく作れなかったこと、画面を見ながらの授業が速いスピードで進んでいく中、わからないことがあった時でもそのスピードの中で理解するまで立ち止まることができないこと、予備校に通うための時間を無駄に使うこと、無理な暗記ばかりですぐに忘れてしまうこと、こういった理由から自分には合っていないと思い、レトスに変えました。レトスを選んだ理由は、以前から動画を見ていて小野先生の解説が分かりやすく、難しい言葉もなくすっと頭に残り理解できると感じ、無理のない感じに惹かれたからです。先生が私のペースに合った計画表を作ってくださり、また計画管理もしてくれるので、毎日勉強を続ける習慣が身につきました。そして解説がとにかく分かりやすい。比較すべき部分や関連ポイント、引っかかりやすいところも、何が大事で何が不要かも全部書いてありました。難しい言葉ではなく分かりやすい言葉で書かれていて、実例などもあり自然に頭に入りました。暗記が苦手な私でも頭に残りやすかったです。私は試験では自己採点で40点取ることができました。これもレトスの勉強スタイルが無理に暗記というスタイルではなく、理解をしながら力がつくスタイルだからだと思います。また教材も理解をしながら勉強できる教材になっています。それでもわからないところは出てくるので、そんな時は先生にメールをすると良いです。すぐに返事が返ってきて解決できます。限られた時間の中でいかに効率よく記憶に残せるか、解く力をつけるか重要だと思いました。模試の答え合わせをする頃にはいつの間にか驚くほど力がついていることを実感し、自信が持てることと思います。今でもレトスの教材はいつも手が届く本棚に置いて見返せるようにしています。後輩や知り合いで宅建士を目指す人がいたら、私は迷わずレトスを勧めたいと思います。先生には感謝しかありません。小野先生、ありがとうございました。大手予備校に1月から入学していましたが、5月の連休明けまで民法の授業が月に2回か3回あるだけで、全く他の科目の講義がありませんでした。これで間に合うのだろうかと不安になり、他の科目もあらかじめ自分で勉強しようと YouTube を見ていましたら、小野先生の講義が毎日あり、すぐに受講しようと申し込みいたしました。疑問に思ったところをメールにて質問すると、すぐに返事がいただけたことです。また
年齢も70歳を超えているため記憶力に不安がありました。宅建の勉強を始めましたが、あまりにも範囲が広く覚えることが膨大なため何度か挫折しかけましたが、そんな時もメールで励ましていただいたりして一発で合格できました。周りの人は誰も71歳で合格できると思っていなかったのですごく嬉しかったです。宅建試験は70歳を超えていても合格できます。疑問に思ったことは小野先生に質問すればすぐに解決できます。何度も質問できるので安心してください。宅建試験は年々難しくなっているので、少しでも合格に近づきたかったらぜひ小野先生の個別指導で理解学習をすることをお勧めいたします。宅建試験について初めての挑戦だったため、どこから何を始めればよいのかが分かりませんでした。そんな中、先生の個別指導を受講して一発合格した知り合いの方にレトスさんを教えていただきました。その方が先生の教え方、勉強方法についてすごく納得がいくので選んだとおっしゃっていたので、レトスさんを選びました。どのように勉強を進めていくか、どのような心構えで勉強していくのか、宅建勉強をする上で何が大切なのかを先生の実体験をもとに教えていただいたことが良かったです。また勉強スケジュールを組んでいただけたのも良かったです。先生がスケジュールチェックをしてくださるので頑張ってついていこうと思いました。また理解しながら勉強をすることが大切だと何度もおっしゃられていましたが、後になってその言葉の重みを感じました。理解をしながら問題を解いていく習慣が身についたことも合格できた理由の一つだと思います。そして毎日メールで来る3問と一緒に書かれている先生の応援のメッセージ、偉人の言葉に励まされました。先生のテキストはたくさんの図を使用して説明されている上、シンプルにまとまっているのでとても分かりやすかったです。先生が毎回おっしゃられている理解学習を進めていけば、回数を重ねるうちにどんどんと点数も上がっていきます。問題文の理解、問題文の解説の理解に努めていけば、試験問題でも正しい回答へ導くことができるようになります。その架け橋となるのが先生の個別指導、理解学習だと思います。もし迷っておられるのでしたら、ぜひとも先生の個別指導を受けられることを心よりお勧めいたします。先生、本当に大変お世話になりました。いかがでしたでしょうか。もちろん予備校に通う方法、通信講座を利用する方法もあります。ただ予備校や通信講座では理解すべきところまで教えているところはほとんどありません。理解すべきところは自分自身で専門書を買って、自分で調べて理解をしていく必要があります。また計画表を立ててくれるところはあるかもしれないんですけども、進捗管理までは行っていないところがほとんどです。結局自分自身で計画を管理していかないといけないんですね。また計画にミスがあれば本試験に間に合わないということにもなりかねません。実際計画を立てて勉強したはいいけれども、試験3ヶ月ぐらい前になって、あ、このままじゃ間に合わないってなって焦る方非常にたくさんいらっしゃいます。これでは計画を立てた意味ないですよね。計画を立てるのであれば合格するための計画を立てないといけないじゃないですか。目的を間違っている方非常に多いです。計画を立てることで満足する方、計画を立てて実践することで満足する方多いんですけども、そもそも計画が間違っていたら合格できませんので注意をしましょう。また予備校や通信講座だと講義があって、その後問題の演習を行う、このような流れの場合がほとんどなんですね。これだと1日5時間以上勉強時間を取らないと間に合わないんです。これに気づいていない方も多いです。予備校に通って先生の言われている通りやっていけば間に合うだろう。通信講座も同じです。通信講座で通信講座側が作成する計画表、これをこなしていけば間に合うだろう、そう思ってやる方いるんですけども、実際間に合わない場合がほとんどです。そして通信講座では質問サービスがあるんですけども、質問したはいいけども回答が返ってくるのが翌日だったりとか、遅いとこだと3日後、1週間後っていうことも聞いたことがあります。それだと質問した内容覚えてないですよね。
忘れているわけですよ。これでは意味がないじゃないですか。質問したらできればその日中には返信してもらいたいですよね。そうじゃない予備校、そうじゃない通信講座が非常に多いです。もう一つの方法として、 YouTuber から学ぶ方法もあります。 YouTube 学習は予備校や通信講座同様、講義動画を使って勉強を進めていくので勉強効率がすごく悪いんですね。また頭に定着しにくいんです。時間効率が悪い理由としては、自分で文字で読んだら 2,3 分で終わる内容が、動画で先生が話すとそれが5分10分になっちゃうんですね。つまり動画の方が文字を自分で読むよりも2倍3倍時間がかかっちゃうんです。これは実践していただくとわかると思います。私も初め YouTube を使って勉強したことがあります。でも思った以上に時間が取られることに気づいたのでやめました。また頭に定着しにくい理由なんですけども、講義動画っていうのは自分自身が何かわからない部分があって、それをわかるようにするために見る、このように積極的に情報を取りに行って勉強している方ほとんどいないんですね。とりあえず講義を聞く、そのような勉強の仕方をしている人が多いです。ある部分がわからないからその部分だけ見るというのではなくて、例えば意思表示の勉強、これをじゃあ講義を聞こうとか、無限代理がわからないから無限代理について講義動画見ようとか、次の分野はこの分野だからこの分野を見ようとか、これだと受け身の勉強なんですね。自分で何か情報を取りに行くってことをほとんどしません。結局動画が終わった後、頭に何が入っているでしょうか。一回試してみるといいと思います。ほとんど頭に入っていません。実際私もそうでした。動画何回も何回も見たんですけれども、同じ動画を見ても結局自分自身で何を勉強したのか書き出そうとした時にほとんど書き出せないんですね。これは動画学習が受け身の勉強だからなんですね。もしあなたが1日2時間以上勉強時間を作るのが難しいというのであれば、 YouTube で勉強していたら本試験に間に合わないです。ここまで動画を見てくださったあなたはこう思ったんじゃないでしょうか。じゃあ自分一人でこれらの課題を解決するのって難しいんじゃないの、できないんじゃないの、そう思われたんじゃないでしょうか。そんな方にレトスの個別指導をご提案させていただきます。まずは弊社の個別指導で使っていただくテキストと過去問集です。なぜ、どういうことという疑問がなくなる合格テキストと過去問集、合格に不可欠な理解学習を効率よく実践することができます。理解学習とは具体例や考え方、イメージ、理由付けなどを行いながら勉強の質を上げる学習方法を言い、覚えたことを忘れることなく頭に定着させることができる学習法です。合格するために絶対に不可欠な学習ノウハウです。そして弊社レトスの教材を使っていただければ、誰でも必然と効率的な勉強法である理解学習を実践していただくことが可能です。その理由は、テキストや過去問集の解説の中に理解すべき内容まで記載してあるからなんですね。問題文の読み方、答えを導くためのノウハウも教材に記載しております。独学や予備校、通信講座で実践するのが難しい理解学習、弊社の教材を使っていただくことであなたも実践していただけます。このノウハウを今すぐ習得して、これ以上無駄な勉強は今日でおしまいにしましょう。続いて、勉強を続けることができないといった課題を解決できる学習習慣プログラム、計画表の作成サービスとワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートサービス、この2つを使って無理なく勉強を続けることが可能になります。わかる、できる、続けるから宅建合格できるんです。弊社レトスが計画表の作成から修正まで行います。具体的には1日単位で今日何を勉強しなければいけないのか、それが計画表に記載されております。なので計画表を見ていただければ、あなたが今日勉強すべき内容がどこなのか一目瞭然で分かります。毎日勉強すべきところが分かるので、何から勉強しようと悩むことなく勉強に集中していただけます。また1週間に1回、私からあなたに対して
勉強できているかどうかを確認するためのメールをお送りさせていただきます。もし怠けてしまって勉強できていないというのであれば、勉強できていない旨をメールで返信していただければ、勉強を再開するためのアドバイスも行っております。実際問題として、独学の方、予備校生、通信講座受講している方で、勉強をずっと続けている方っていうのはあまり多くありません。多くの方が一定期間勉強するけれども怠けてしまって、また一定期間勉強しない。で、試験が近づいて、あ、これはまずいと思ってまた勉強を再開する。こういった方非常に多いです。でもこれだと勉強したけれども勉強しない期間が長いことによってまたスタート地点に戻っちゃうんですよね。これだと一向に実力は上がりません。勉強は続けていないと勉強の質は落ちるし、また勉強量も少なくなってしまいます。そのためこの学習習慣プログラムで勉強の質も勉強量も落とさないように仕組み化しております。そして3つ目、受講者だけの受講者専用解説ページ。わからないことがあってもいつでもどこでも勉強することができます。これどういうことだろうって思った時でもすぐに解決できる解説動画が300本以上あります。補足的な内容なので、弊社の過去問集の解説を見てわからない場合、テキストを見てわからない場合はそちらの動画を見ていただき、理解学習をさらに充実させていただければと思います。もちろんわからない部分は後でもお伝えするんですけども、わからない部分があれば直接私にメールでご質問いただいても構いません。4つ目、全13回の小テストと各分野の総合テストで実力確認だけでなく実力アップも測ることができます。全13回の小テストでは単に実力確認ができるだけではなくて、解説が相当詳しくなっているのでさらに実力アップが測れます。別角度からの出題により本当に頭に入っているのか理解できているのかを確認することができます。また本試験同様、1問4択の総合テストでは本試験対策を行います。1問1答では答えられるけども4択になると答えられない、そういった方多いんじゃないでしょうか。こういった方も4択解けるようになります。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他、各分野1回ずつ合計4回の総合テストがあります。この総合テストで4択問題の解き方、ぜひ身につけていただければと思います。5つ目、あなたは一人じゃありません。24時間365日質問し放題。すぐに不安の解消と悩みを解決することができ、私とあなたの二人三脚で合格を目指していきます。わからない問題が出てきた、不安になってきた、勉強ができていない、そんな時はいつでもメールしていただければと思います。質問回数は無制限なんで安心してご質問ください。回答は原則12時間以内に行わせていただきます。夜中にご質問していただいたとしても翌日には返信させていただきますので、早急に疑問や悩みを解決することができます。質問の仕方はメールのみとなっておりますが、テキスト何ページの何々が分かりませんとか、過去問集の P 何々の問い何々の〇〇が分かりません、そのようにメールしていただければ大丈夫です。質問の形式はこだわっておりませんのでお気軽にご質問ください。そして個別指導を受講していただいた方に限り4つの特典をご用意させていただきました。1つ目の特典、究極の宅建合格勉強法のテキストを無料でプレゼント。不合格者の9割の方が勉強の仕方が間違っています。復習の仕方が分かっていない、何を覚えて何を理解すべきか区別できていない、そもそも問題文を理解していない、こんな状況で500時間勉強して実力がつくと思いますか。どれだけ勉強しても実力がつくはずはありません。勉強したら勉強した分だけ実力がつく、その勉強法をこの究極の宅建合格勉強法に記載しております。ぜひこの教材で身につけてください。また勉強法だけでなく次のような疑問にも答えてくれる教材となっております。読み違いやうっかりミスを防ぐ方法とは、何度解いても解けない問題はどうしたらいいのか、
集中力を落とさない休憩のタイミングとは、モチベーションが下がった時どうすればいいのか、様々な誘惑に負ける場合どうしたらいいのか、なかなか勉強が始められない場合はどうすればいいのか、試験が近づき焦ってしまう、不安になってしまう場合どうしたらいいのか、試験勉強を続ける中で不安になったり疑問に思った時は、この勉強法の教材をご覧いただければと思います。解決策が載っているはずです。2つ目の特典、効率的に勉強できる語呂合わせ集を無料プレゼント。あなたは数字どうやって覚えていますか？単に覚えるだけだとすぐ忘れてないでしょうか？このような部分は語呂合わせにできるのであれば語呂合わせにしてしまう方が効率的です。あくまでも覚えるための手段として語呂合わせを使っていくので、語呂合わせがたくさんあっては覚えた語呂合わせ忘れてしまいかねないんですね。なのでこの語呂合わせ集は最低限これだけは語呂合わせで覚えた方が効率がいいものに絞って記載しております。この語呂合わせ集を使って楽に記憶していきましょう。3つ目の特典、重要な数字を楽に覚える期間、期限、罰則に関する数字のまとめ集。権利関係、宅建業法、法令上の制限、覚えるべき数字はたくさん出てきます。そしてこれらを覚えるのは大変です。受講者様からも数字をまとめたものありませんか、そのようなご意見を多くいただいていたので、試験に出題されそうな数字に絞った小冊子を作りました。個別指導の受講者様にはこの小冊子も無料でプレゼントさせていただきます。そして4つ目の特典、法改正情報を無料で提供。例年法改正に関する試験問題が1問以上出ます。重要な法改正情報は絞りやすいので、これで1点取ることは難しくありません。宅建試験は毎年4月1日時点で施行されている法律が出題されるので、8月の初め頃までにまとめて法改正情報をご提供させていただきます。8月以降法改正情報を勉強していただいても十分間に合いますんで、ご安心ください。1点ゲットするためにぜひご利用いただければと思います。これが個別指導の内容となります。もしこの動画を見て個別指導について内容わからないな、これってどういうことなんだろうっていうものがありましたら、お気軽に直接メールいただければと思います。宅建試験は勉強の仕方さえ間違えなければ1回で合格できる資格です。予備校や通信講座、 YouTube で勉強する手段はたくさんあります。でも理解学習を実践できるところはほとんどありません。また試験に間に合うための計画作成、進捗管理をするところもほとんどありません。正しく計画を立てていただくと分かるんですけども、実際試験日までそれほどたくさん時間があるわけではありません。試験が終わった直後であれば1年間勉強期間がありますよね。これでも正直多いとは言えないんです。もちろん丸暗記学習で勉強している方は1年あればもう何回も何回も復習できます。でもそれでは合格できませんよね。運任せの試験になるんですよ。ちゃんと理解をしながら学習するってなってくると、それなりに時間はかかってきます。動画中心の勉強していたら非効率になって本試験に間に合いません。先生の講義を聞いて、その後自分自身で問題の演習をする、これだと1日5時間以上勉強できる方じゃないと試験に間に合わないんですね。実際弊社の個別指導の受講者様は多くて1日2時間ぐらいの方が多いです。それでも毎年合格していただいております。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。今からであればあなたに次の試験で合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。